こんにちは。本日はですね、ZC33S マイナーチェンジにあたりまして、ちょっと新情報のお知らせということで動画を撮らせていただいております。今日ちょっとお問い合わせいただきましたのがマフラーに関してなんですけれども、実はちょっと品番変更が行われてまして、まずちょっとこちらご覧いただいてよろしいですか。これ ZC33S の1型、私の車なんですけども、これから引っ張ってきたマフラーの品番リアピースが14300670000、中間パイプが14250670000で、ちなみにこちら、ZC33S の2型、まあ、マイナーチェンジ5のものですね。これが14300810014250810 14250810ということで、1型と2型で品番が変わってるということですね。品番が変わりました。で、ちなみにこの1型で今、この車台番号で、部品を注文、このマフラーを注文しようとすると、この統一先品番といいまして、よく、まあ、これも他の車でももちろんあるんですけれども、何か部品が変更があった場合にですね、変更後の品番で部品が届くようになっています。ですから逆に言うと前の品番のものを注文することができなくなってくるんですが、この品番実はまあ2型と一緒なんですね。ですから今、まあ、33S の1型の車台番号、もしくはもう今後出てくる車台番号、33S の2型の車台番号、どちらでマフラーを注文してもこの品番のものが出てきます。これはすみません、ここには書いておりませんが、フロントパイプに関しても一緒で、品番変更というのが、実は行われております。で、じゃあなんでこれが変わったのかと、どう変わったのかというところなんですが、もちろん1型のものを2型にそのままつけれる状況ってことは基本的な形状とかは変わらないと思うんですけれども、ちょっと松尾の方にいろいろ調べてもらった中ではですね、まずステンレスの材質ですね、マフラーそのものっていうのはステンレスでできてるんですけども、そのステンレスの材質が変わってるということで、まあ、もちろんメーカーとしてもどこまで言えるか言えないかっていうのはあると思うんですが、まあ、製造段階におけるその加工の部分であったりとか、そういったところでちょっとこう材質を変えることによってですね、まあ、ちょっとクリアできている部分もあるということで、今回この変更が行われているようです。ですから、まあ、基本的な形は変わらないものの、やっぱり材質的なところとか、ちょっとした小変更が行われているというのがこの品番変更に来ている理由だということだそうです。で、実際ですね、この品番が変わってるんですけれども、合わせて、車両、まあ、車に対してはどの車もそうなんですが、型式っていうのがありまして、その型式の頭につく文字っていうのが環境性能の部分の、表記になります。で、1型のスイフトスポーツが ZC33S の前に CBA というアルファベット3文字がついてたんですが、今回の2型に関してはもうこれもカタログにも載ってるんですけれども、数字の4の後に BA4BAZC33S という型式に変更されてます。で、まあ、もちろんこのマフラーの品番もそうですし、そういう車両の型式が変わったことによって、いろんなこう車検の公的な部分の内容変更というのも当然ながら出てきまして、まあ、このマフラーですね、当社で販売させていただいております、SWK46 デュアルマフラー ZC33S ようなわけなんですが、この商品に関してもですね、このマフラーの表面の部分 JQR という文字と K14CT という文字が、打刻されてます。で、これはもちろんマフラーに関しても車検の基準というのがありますので、スイフトスポーツが 33S が発売されたすぐの時にですね、当社もマフラーの開発にあたりまして、実際にこの JQR 試験というのを通して、販売させていただいております。もちろん車検公認の、マフラーだということになります。で、この JQR そして K14CT というこの打刻がついたにあたりまして、検査をしている車というのはもちろん ZC33S の1型、そしてマニュアルの車、これを、まあ、条件として、販売させていただいておりました。で、当然ながら今回この2型に変更になりまして、型式がその 4BA に変わりましたので、検査している車両というのが違いますから、基本的にはこの今現行で発売させていただいているマフラーっていうのは新車両に対しての規制を、試験してないということになりますので、これは今後当社の方では、この 4BA、2型の、スイフトスポーツに対してもこの当社のマフラーでの、認可というのを取ります。で、それが取って初めてこの2型の車両につけることができるということになってきますので、まあ、まだですね、ちょっと2型のスイフトスポーツっていうのは皆様の手元にもまだ届いてない状態だと思いますけれども、これから実際に生産が進んでいってお客様の手元に届いていき始めた頃にですね、こういうじゃあマフラーをどれをつけようかとなった時に、こういう試験をきちんと取ってるかどうかっていうのも、判断基準として非常に重要になってきます。ですから今日今の段階だけでいきますと、当社のマフラーはもう
1型限定ということになってきますので、まあ形上ですね、じゃあ2型の車両に装着できるできないだけで言うとおそらくつくと思うんですけれども、車検の公認の問題も出てきますし、まあ非常に難しいところではあります。こういう私たち、車検の時にですね、 JQR そして K14CT というこの打刻を基本的に下回り点検をする際に確認して、このマフラーが公認かどうかっていうのを点検するわけなんですけれども、じゃあそのこの情報だけでは、じゃあ車両形式が CBA なのか 4BA なのかっていうのは分かりませんし、そういったところでですね、まあ、通ってそのまま2型の車両に1型のマフラーをつけて通ってしまう可能性も当然ながらありますけれども、私たちもやはり、製造元メーカーといたしましては、そういった、まあ、車両認定ができてない車に対して、そのつけるということはですね、基本的にはやっぱできませんので、きちんと試験を通して、正式にこのまだネットショップの方ですね、まだページ上にその表記はできておりませんけれども、1型でも2型でも対応ができるようになりましたら、まあ、正式にまたお知らせをさせていただいて、販売開始ができるという形になりますので、まあ、1型のお客様は特に今回の話にはちょっと関わりはないんですけれども、今後2型にお乗りのお客様に関しては、そういう車検の基準であったりとか、まあ、もちろん今回このマフラーの話、だけさせていただいてますけども、まあ、いろんな商品これから出ていく中でもしかすると1型と2型で何か、違う部分であったりとか車検の規制の問題であったりとか、考えていかないといけないところってもたくさん出てくるんじゃないかなと思いますので、ぜひそのあたりはちょっと、まあ、注意していただきながらですね、商品、購入をしていただければと思っております。で、私たちも、極力急いでですね、新しい新潟の車両に対応した、マフラーをリリースできるように、準備を進めていきたいと思いますので、まあ、まだちょっと車がないですから、ちょっとどうにもできない状況ではありますけれども、新潟にお乗りのお客様にも当社のこの製品つけていただけるように準備を進めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺りでお別れです。さよなら。